やあ、刹那健介だよ。箱庭の歌パート20、ようやくパート20ですが、ストーリーはまだあまり終わってないみたいです。ではやっていきます。ロード、前回は敵の阻止が現れて、そいつらに捕まりそうになったところを大野さんに、悔しいことに助けられました。大野さんに、悔しいことに大野さんに助けられました、はあ、そう、大野さんに仮を一つ作ってしまったわ。まあ嫌がらせされたおけん、それでチャラになるだろう。まあいいやろ。今の人たちが RCH に敵対する組織の、そう、新しい世界を作る会なな、その子供っぽい名前は。新しい世界を作る会ってなんだな、ドストライクすぎるんじゃ、ド直球すぎるんじゃ、名前がな。相沢家の強行派閥、強行派閥のやつらね。強行、強引にやろうとしよんか新しい世界を作る会。まあその辺は凌介には関係ないことだし、忘れていいぜ。はあ、そんなこと言うたら余計気になるんですけど、大野さん。さあ、とりあえず帰ろう。聞きたいことはいろいろあったが、今日はそのまま家に帰された。大野さんは小鳥を見に行った僕の行動を咎めることもなく、やめろとも言わなかった。僕がラジオを持っていることも知っても取り上げようともしない。大野さんは大野さんで、何か企みがあるように思えてならない。もう味方までちょっと不信感を抱いてるね。大丈夫かな、凌介くん。とはいえ、そんなこと一人で考えてもどうにもならない。そうやな、今日はもう寝よう。体もだいぶ疲れていた。ほんと疑ってますよ、凌介さんは。これまでのことがありますから、疑ってもしょうがないです。だいたいね、敵の組織の人間がね、イーナさんのこっち側の人間の、こっちの味方の人間の弟妹って言われたら、何それってなるよね。ああ、7月18日金曜日、もしかしてこれ終業式？いよいよ1学期最後の日がやってきた。来た、終業式や。やばい、出てきたか夏雪。こういう日常サイドで一番最初に出てくる夏雪っていう方程式があるからな。でしょうね。あんたはきっとそういう風になると思ってたわ、呆れ顔だ。へいへい、そんなんでいいのか、夏休みだぞ。おい、分かってんのか。あんたの頭の中は常に夏休みみたいなもんじゃないのよ。その通りだ、よく言った、いづきちゃん。確かに前止めちゃった。ああ、夏雪がさらにうるさくなる季節がまた始まるんだな。ほら、さっさと体育館に移動するわよ。終業式でしょ。うぇー、終業式にホームルームと大掃除。一日の日程は午前中だけで終わり、とうとう夏休みが始まった。本拠地にはそれぞれ家で昼食を済ませて集合ということになり、昼食を済ませた午後1時、僕は一人本拠地に向かって歩いていたと、まさか、あ、俺てっきり大野さんがおるんかと、大野さんとばったり会ってしまったんかと思ったら、何お前さ、敵の勢力なり堂々とここ来とんや、お前ちょっと躊躇なさすぎるだろお前昨日山の中で遭遇した新しい世界を作る会だかなんだかの女の子がうろじろ歩き回っていたもしかして君かね、世界、新しい世界を作る会って名前にしたんは君かね。なんだっけ、ひよことかいう名前だっけ可愛いから許そう。まあ可愛いね。なんかさ、ロリコンのさ、S 神さんとか見たらさ、めちゃくちゃ飛びついていきそうやもんな。そうやな、大野さんの話だと、おそらくあの子はイーナさんの妹ということになる。多分似てないけん、多分腹違いとかそういうんだろうな。腹違いとかあるんかなクリスという人間はイーナさんと似ているが、この子はあまり似てるように見えなかったよな。
っていうか、こんな人目のつく場所を歩いていていいのか。もう大ピラに広げてもいいような回なんかな、あの新しい世界に、何やったっけ。忘れた。気になったので話しかけてみることにする。あの、何をしているの、こんなところで。へっ、相塚涼介。話しかけると案の定慌て出した。見つかったらあかんのか。一応何やっててもこっちの勝手です。気にしないでください。ほら、シュシュ、いたいた。あ、これ後つけたろうかって思いたなるような反応やな。何かしそうやもん。チビのくせに生意気なやつだ。ひよこだっけ、ひよこだったっけ。こんな人目につくところ歩いてていいの。何です、何が悪いていいんですか。だって怪しい組織に所属している人ってそういうもんなのかなと思って。移動勝手に怪しい組織の一員にしないでください。だってそうじゃん。え、違うの。違う、まあ、ないこともないですけど。ほら認めた、残念でした。お兄さんにはお見通し。ほらやっぱり。くぬー、確かにひよこたちの組織は表立ったことができるわけじゃないですけど、でも昨日クリスが言った通り人類のために活動しているのです。だから怪しいかもしれないですけど、悪いことはしてません。いや、こっちと対立しとんやで。対立しとんやけんさ、そういうさ、堂々とされてもこっちが困るんですけど。ふーむ、情報聞き出したいな、これ。どうにかして。で、結局、この真昼間から、ちょっとうろうろしててもいいの。はぁ。今は業務外ですので、問題ないです。業務外とかあんの。小学生なのに業務外って言葉使うの。すごいね、女の子、ジョーちゃん。ふーん。かっこ、あきれ顔。あー、なんですか、この目は。まあいいです。どっちにしろ、許可を取ってますから。それに、ひよこが外を歩いても、痛いけな少女にしか見えないはずです。あ、それが危ないんやけどな。痛いけな少女を襲う人間は結構おると思われる。まさか、怪しい組織の人間だなんて、誰も思わないです。いや、そういう問題じゃない。いや、誘拐とかあるぞ。一人で歩いたら誘拐とかあるぞ、お前の年だったら。まあ、ただの小学生にしか見えないだろうけど、ただのでいいのかはよくわからないくらい奇抜な格好をしているが、確かに。これからさ、コスプレ喫茶でも行くんかな。コスプレ喫茶で働かされたんか。だとしたらそっちの問題があるぞ、お前。小学生の女の子に、いらっしゃいませ、ご主人様じゃないわ。お帰りなさいませ、ご主人様とか言わせとんか。そんな店あるんか。あかんぞ、そんなやつはもうすぐにさ、店じまいにさせたるけんな、俺が。どうにかして。ただ小学生とは失礼な人ですね。横から溢れ出す知的なオーラに気づかないなんてどうかしてます。いや、痛いオーラはするよ。痛い目のオーラだって。痛い格好したわも、痛い目のオーラやもん。普通の子供に見られたんやねんじゃないのかよ。そんなどうでもいいやり取りを繰り返していると、料理ではないか。あー、またなんかややこしいことになりそうな気がするよ、これ。痛いけな少女じゃなくて、痛い少女。そうやね、その通りなんよな。うん。お帰りなさいませ、ご主人様とか言ってそうやもん。将来が楽しみですね。コナミが現れた。うん、料理誰と話しておるのじゃ。コナミは僕の横にいるひよこに気づき、不思議そうな顔で覗き込んでくる。ちょうどいいわ。コナミちゃん中学生になりたてやけんさ、年とそんなに離れてないやろ。友達になってあげ。ひよこと友達になってあげ。なあ、お前の友達も増えて一石二鳥やで。あ、あ、じゃない、間違えた。りょうすけやこれ。あ、その子はその、ふーむ。りょうにぃは女の子と仲良くなるのが得意じゃのう。違います。仲良くなってなってません。あ、今気づいたけど俺、ひよこと小鳥ちゃんだよ、お前は。コナミちゃんに同じ声でやりようかな、もしかして。喋り方が違うだけで。まあいいや。もちろん敵です。敵に近い誰かです。何その曖昧な表現。よくわからんの。大体あなたこそ何ですか。変な喋り方は。いや、俺だってひよこのことを変な喋り方で喋らせようけどな。お前に言われたらないけどな。っていうか、大体同じ声やけどな。声の音程とか。変そうです。ひよこはそんなふうに喋る人は今まで会ったことがありません。
確かに喋り方変かもしれんけど、コナミちゃんは変っていうよりかは個性的って言ってあげなさい。へえ、ヨコちゃんっていう名前だろうな。かわいい名前じゃの。大人だな。コナミちゃん大人な対応したな。怒らんのやな。むしろかわいいって言ってあげたよ。そんなこと話してないです。今もあなたの喋り方について話してるんです。ヨコちゃんならピオちゃんっていうあだ名が似合いそうじゃな。どっからバカで同じあだ名つけないでくださいっていうか、人の話を聞いてください。大野さんと同じ発想なんじゃ。つまり大野さんのさ、精神年齢は中学1年生並みってことになります。そういうことにしておきましょう。ややこしくなってきたが、まあごまかせたからよしとするか。コナミ、夏雪は？ああ、それが帰ってなくての。あいつのことだけ何か仕組んでるな。多分マリンちゃん関係、マリンちゃんとコナミちゃんの関係について何か仕組もうとしてるな、これ絶対。え？俺、朝飯、昼飯いいから先に帰ってろって言って寂しそうな顔してどこかに走って行ってしまったのじゃ。ふーん、おそらく夏雪は森崎のところに行ったのだろう。やっぱり涼介もそう思うよな。森崎、マリンちゃんのところに行って何か仕組もうとしてるな、これ。あ、言おったな、なんか恋愛のことについてなんか教えてくださいみたいなことを夏雪に対してマリンちゃんが言おったけど、そのことかな。するとうるさい声が向こうの方から聞こえてきた。そんなことできるわけないじゃないですか。もっと常識的に考えてください。なんで噂をしたら出てくるんじゃ、お前は。大丈夫大丈夫、この俺がいいって言ってるんだぜ。好みもいいって言うに決まってる。お前らそれもそうって、なんで噂をすればで出てくるんや。そういう先輩の身勝手なところがコナミさんにアクエリティを与えてるんです。ちょっと待てよ、マリンちゃんよ。名前でも呼ばないでください。慣れ慣れしい。いいから聞けって。お前がコナミを好きになったのってコナミのどういうところに惹かれたからだよ。それはその、俺も聞きたい。それ視聴者さんで、視聴者さんやって聞きたいと思っとるよ。時々すごく大人っぽい一面があるところっていうか、今もさっきも見たよ、子供のあれをあしらったというかさ。うん、だろ。そんなお前あれだぜ、俺が兄じゃなかったらこの身はただの厳しきだったぜ。それはそうかもしれませんけど。来ました、ユリ展開ですよ。パート18あたりで出てきたユリの続きが出てくるかもしれませんよ。期待大ですよ、このあたりから。うわぁ、あの二人は白昼堂々何を話しておるのじゃ。コラミちゃんバリバリ聞こえてるね。なんです、あの女の人、この人のこと好きなんですか。ああ、そうらしいよ。小学生にしてはいかんようなことを言ってしまった気がするね。っていうか、あの綺麗な人は随分乱暴な喋り方ですね。まあ男だしね、やっぱ女の人に見られてる夏雪。だから視聴者さんの夏雪人気もあるんだな。夏雪ルートを早うとか言うんだな。はぁ、ひよこはしばらく夏雪を見つめてボソッとつぶやいた。この島は変な人ばっかです。お前もだよ。そこは否定できないな。まあ夏雪は変やな。一番変なのは夏雪と大野さんやな。ツートップでな、ダブルでトップインやな。すぐ近くまで来たところでようやく夏雪が僕たちに気づく。って話をしていればコナミ涼介じゃん。え、コナミさん。まあ、マリンちゃんにとっては最悪のタイミング。それに対してコナミちゃんどうやってごまかすのか。え、もしかして今の話聞いてないよ。好きになった理由とか聞いてない。この展開にはありがちな、なんとかの理由とか聞いてないって言うてさ、バラしてしまうパターンのやつ。聞かれてた。ん？じゃあその子誰？またこの流れか。もうだんだん涼介がめんどくさになってきた感じ。ごまかす、どうやってごまかすんこれ。どう言い訳しようか悩んでると、ひよこが勝手に喋り始めた。ひよこの名前は笹島ひよこです。佐藤小鳥の親戚で、夏休みを利用してこの島にやってきたのですよ。うまい、
ひよこちゃん慣れとるな。いいごまかし方や。なるほど、そういうごまかし方あるんじゃ。じゃあ凌介もさ、敵の組織にお前は誰者だって言われたらさ、小鳥ちゃんの親戚って言うと言ったら親戚ポジションを奪えるぞ。いいね凌介。おお、見事な言い訳である。え、マジで小鳥さんの親戚か。ってことはもう俺の友達みたいなもんだな。どういうことや。ってことはってなんだ。だ夏行きすごい友達ネットワークの張り方がすごいな。これ張り方が雑やなこれ。そんなんで友達って言うていいの。敵の組織だぞ。夏行きは関係ないか。え、何言ってるんですかこの人。バカな匂いがします。バカだからね。それより夏行きは森崎と一緒に何してるところだったの。あ、そんなんわかんだろう。森崎とコナミをどうくっつけるか、森崎と作戦会議をだな。さっきはね、作戦会議だったら本人目の前でやるもんじゃないぞお前。バカかお前。バカだった。わあ、何を言ってるんですか先輩。違うからね、コナミさん。あ、聞いちゃあかんこと聞いた顔になってるね。まあ実際その通りだけどね。そりゃ俺だってこんな顔すると思うわ。これはもうさ、聞いてないでごまかすこともできんけんな。コナミちゃんにとってももう地獄絵図。え？うん。もう完全にドン引きされちゃってるじゃないですか。問題ないっての。コナミにはちょっと強引に迫った方がいいんだよ。先輩の言うことなんて信じられません。なんだこりゃ。俺はどうやって入っていけばいいんだろうな、このグループに。騒がしいな。うるさい二人とも完全に沈黙してしまったコナミの傍ら、僕は気になったことがあったのでひよこに聞いておくことにした。なんだ、多分年いくつなんだって聞くと思うんだ俺は。ひよこ小学生とはいえさ、いくつなんだこれは。小学校低学年ぐらいの見た目しとるけど、すっごいあしらい方したな。慣れとるけど、お前は本当はいくつなんだ。ねえ、さっきのって本当、小鳥と親戚とどうのこのってやつ。あ、そっちか。まあそっちはもう聞かんでもいいと思うわ。多分嘘やろうけんさ。嘘に決まってるでしょ、知り合いではありますけど。だろうな。ひよこはなかなかやるわな。年いくつなの。はすはす。視聴者さん、それは危ない人ですよ。今ちょっとキャスの画面でスパム報告とブロックとかできるんですよ。やらんけど、さすがにやらんけど。それはふーん。あ、でもイーナさんとは兄弟なんでしょ。一応半分はつながってますか。あ、やっぱお腹が違うとか片方の親が違うんだな。なんだか複雑そうな話だ。ここで聞くようなことじゃないだろうな。で、俺が出した提案っていうのがだね、小波と森崎が二人で足の球技大会に飛び入れ参加すればいいじゃんって話。え？ってこと？え？ほら、イズイズと小鳥さんが仲良くなったのってサッカーがあったからだろ。だから同じチームで二人一緒に力を合わせればって思ったわけよ。ああ、夏行きにしてはいい考えやな。なるほどな、力を合わせれば無敵ってやつですよ。なるほど、これに関しては俺も夏行きに同感では。小鳥ちゃんにとっては友達、いや友達以上の人間かもしれんけど、になるかもしれんけど、友達が増えるんやけどさ。これはいいわ、夏行きナイスや。俺らだって仲良くなったところを見てみたいしね。もう恋愛発展することを見てみたいからね。な、何言ってるんですか、そんな素敵な。あ、いや、むむ、出ないわ。むむむ、無理です。二人きりなんて緊張してどうにかなっちゃいます。どうにかなっちゃいますって言いながら頬をあくらめるマリンちゃんがすっげえかわいいわ。そうじゃよ、二人きりなんてどうになってしまうことか。やば、喉枯れてきたこれ。いや、どんなことをされてしまうか。小鳥ちゃん、マリンちゃんのことを警戒視してるね。オーケーオーケー、そういうことならお兄ちゃんちゃんと考えちゃうよ。そう言いながら、夏行きはカバンから明日の球技大会の日程が書いた父親を取り出した。球技大会は明日なんやな。すいません、ちょっと喉痛いんですけどね。まあ頑張ります、あと7分ぐらいなんで。ほら見てみ、
これこれ、男女混合ビーチボール。夏行きが指さす先にはルール規定が書かれている。チーム人数は男子のみでの場合に2人まで、男女混合内訳は2人、女子2人、男子1人、もしくは女子のみの場合は3人まで。飛び込み参加かできちゃうんだ、飛び込み参加ということなんですわ。じゃあ夏行きを含めて3人で出場するってことか。どんどん何を言ってんだ君は。夏行き、君って言い方さ腹立つけんやめて。ああ、お前のツインテールさ虫取るぞ。お前は、俺はお前と一緒に出るんだよ、忘れたの。いや、バレーボールに出るんやな。いや、覚えてたけど。じゃあ誰を加えるんだよ。今ので整理したら、つまり2チーム出して、夏行き、涼介と誰かプラスとっていうチームと、琴音とコナミちゃん、マリンちゃん、誰か一人ってチームになるんかな。そういうことかな。え、まあそんなの誰もいいし。そこ重要だぞお前。こいつでいいんだね。そう言って夏行きが肩に手を置いたのは、はっ、いや、国外、郊外の人間ですけど、しかも敵ですけど、なんでひよこ選ぶの。夏行き、お前事情知らないからっていい加減にしろよお前。え、さすが島ひよこだった。無理に決まってます。そんなの出られるわけないです。当然のことを否定するひよこ。マジかやね、これもう夏行き何でもありな世界に入ってきた気がするね。しかし森崎はそんなひよこに近づき、すっごくいいアイデアだと思います。先輩、お前乗り気かい。でさっきまでの顔はどうした。さっきまでの無理ですって顔はどうした。お前めっちゃ笑顔になってるやん。お前狙っとるだろ、今回のビーチバレーでコナミちゃんと仲良くなることを狙っとるだろお前絶対。ひよこの上肩をガッと掴んだ。ああ森崎って結構こういうところ真面目かなと思ってたらさ、郊外の人間でもどうでもいいやって感じになってる。お前真面目キャラがどんどんぶっかれてる。夏行きのペースに飲み込まれていく。その通りやで、夏行きがおったらどんなやつでも巻き込めてしまう運命なのですか。ねえあなたもそう思うわよね。やばい、マリンちゃんのヤンデレスイッチが入ってしまった。これに入ったら夏行き並みに手がつけられないぞ。え、偉いです、顔が怖いです。これさ、敵の組織のさ基地にさマリンちゃんを送り込めばさ潰してくれそうな気がするんやけど。俺はマリンちゃん RCH の臨時バイトとして雇ったら強いんちゃうかな。コナミも3人でっていうことならまだ平気だろ。できれば出たくないが、まあじゃが3人だったら考えてもいいかもしれんの。これ絶対巻き込まれるね、ひよこちゃんかわいそうに。ほらコナミさんもそう言ってるんだし出なさいよね。出なさいよって言っちゃったらどうぞ。勘弁してください、ひよこ出たくたって他にいくらでもいるでしょ。今から他を探して回るよりあなたに一言うんって言わせる方が楽に決まってるわ。やべえ、マリンちゃんからこんな顔見るとは、マリンちゃんのこんな顔見るん初めて、見るとは思わんかったわ。やべえ、これサムネイルにこれにしますね。カスタムサムネイルにこれにしますね。顔やばい。マリンちゃんこんな目になるんじゃ。さあ決めなさい、ここでうんと言って命を流れるか、いいえと言って散らすか。目が怖いです、怖いです、本気の目です。そうよ、本気だもの。わかりました。一応うんって言っておきます。話がわかるくて助かるわ。ようやく解放され、ひよこは大きくため息を吐き出した。さっきの顔はね、もう永遠に語り継いでやるけんな、俺の実況の歴史として永遠に語り継いでやるけんな今の顔。はあ、でも本当に参加できるかどうかは家の人に聞いてみないと分かりません。何が何でもいいって言わせなさい。まだ出た。さもなくばどうなるか分かってるわね。めっちゃ不穏な音聞こえてきたし、ヒュー、何
なんですか？なんでこの人こんなに怖いんですか？俺も初めて知ったよ、この顔。ほんと怖いね。カサムさんの年齢にするからね。恋する乙女はまっすぐだからな。今ので乙女キャラも崩壊しました、マリンちゃん。マリンって名前は似合わなくなってきましたよ。ダメなベクトリーマチクラだけどな。あ、ちなみに俺たちが出るのピーチバレーだから。え、サッカー全然関係ないじゃん。この前練習してたじゃん、サッカー。じゃあなんでサッカーの練習してたの。関係なさすぎてぶっ飛んでやがるぜ、こいつ。てか、あと一人誰なんだろう。歩かな。歩戦力になりそうじゃないけん、せめて伊豆きの方がいいんやけどな。じゃあ時間もタイミングもまあキリがいいんで、この辺にしますわ今回の収録。さてもうさ、マリンちゃんのあの顔が笑ってしまってさ、もうこのパートごっつぁんですやな。マリンちゃんに感謝やな。というわけで、まあ今回はこの辺で、ご視聴ありがとうございました。週上げ。やっと学校終わった。じゃあ早く帰ってパソコンするぜ。今日は何しようかな。そうだ、